ヤンピピです。ご視聴いただきありがとうございます。最後まで見ていただけると嬉しいです。今回のラストオブアスなんですけど、キノコゾンビが恐ろしいほど出てくるんです。戦い苦手なんですけど、ヤンピピ頑張って挑戦していきたいと思います。それではどうぞ。わかってるさ。ヘンリーのこと撃つかと思った。ああ、撃とうとしてた。いい人だよ。協力できそうな気がする。いや、そうだな。ボートって人気あったの？ああ、俺も持ってた。本当？いや。冗談なの？成長したね。こっから抜けられそうだぜ。手貸してくれ。よし、どうしよう。よし、やろう。よし、行け。よし、いいぞ。さあ、行け。オッケー。ライトをつけろ。おい、サブ。おい、こっちだ。奥に道が見えるぞ。ほら、そこだ。こっちから出られる。いや、そこは届かない。なんとかな。またこれね。ほら乗って。いいアイデアだな。さすがだ。ああ、早くこっから出たい。よし、まだ動くか確かめろ。やってみる。驚い
誰か住んでたんだな。今はもういないみたいだが。誰が住んでたんだ。そりゃここが安全だって思ったやつさ。感染してから長いな。とにかく進もう。これ以上いないことを祈るしかない。なんか外に繋がってるかな。そう。大丈夫。俺が非常装置か何かを起動させたんだ。ヘンリー、持ち上げてみよう。そっか、困ったね。いつもと同じだ。クリッカーだ。何？おい、これ動かせねえぞ。逃げろ、さっさと行け。さあ、離れるなよ。ヘンリー、早く逃げなきゃ。ジョエ、頼むぞ。行け。心配ない。ああ、分かってる。よし、じゃあ行くぞ。ここを出る方法を探そう。感染者だ。間抜けだったってことだろう。あのはしごを下ろせるか。ほら行け。できたよ。よくやった。
エリカ。来い。空気だ。見てよ。もう私をからかってるの？なんとかキノコゾンビの群れから逃げ切れましたね。いやほんま怖かった。もうほんまキノコゾンビめちゃめちゃ多いしね。さあ行こう。じゃあご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。ヤンピピでした。